お連れ様からです。わー、気づかなかった。そんなことができるように。すごい。ありがとう。よし、じゃあケーキを食べましょうか。へい。下からがいいんだっけ、上からがいい。下からがいいわけないじゃん。スクリーンが俺天才じゃん。この状態のまま来た今。下からがいいわけないじゃん。ここキープしたまま言ってたよ。ちょっと水でいい？うん、ありがとう。はい、ホテルマンさん。うん、誰がホテルマン。それだけの大黒柱だよ。いつ予約したの、このケーキは。いつだっけな、2週間前ぐらいか。うん、気づいて。うん、あ、こんなんあるやんって。最初なくていいかなと思ったの、プリンもあるって言ってたから。いや、でもまあせっかくだしって思って。まあね、気持ちが嬉しかった。でもそれ、そうでしょ。泣いてないな、ブサイク。どうでしたか、振り返って。あっちゅう間でした。あっちゅう間だったね、早いわ。水戸で婚姻届出してから、うん、ね、懐かしい。あれか一円。見なくて。あの写真。姉がめっちゃ影響を受けるからさ、うん、無意識にめちゃくちゃ吸収するじゃん。うん、だから俺がヒップホップ好きだからさ、なんかそんな適当にインフムとか言ってたらさ、無意識にインフんでるよね。そう。ヨギボーのトリコとか。すごいっしょ。すごい。スポンジなのよ。すごいね、無意識に。一番驚いたのは俺の寝息ね。そう。俺がなんかね、寝てる時にいびきみたいにっていうのをよくやっちゃうんだけど、これがいびきなんだよね、しおさんの。そう。それを俺はこうやってパッて起きた時にレイナが隣で。ってやった時はもうそれも吸収すんのと思って。いびきもね。もういびきも吸収すんのと思ってびっくりした。それも無意識ですから。でしょ、寝てんだから。あんな意識できないじゃん。めっちゃ俺ね、目覚めたもん。えっつって、それも吸収すんのと、ま、これもいびきだね。もう無意識の中の無意識だよ。吸収しだしたらやばくない。やばい。これがね、もうん、2人で来る最後の旅行だもんね。そうだよ。なんかお手紙書いてきた。おい、なになに。読み上げるね。おう、周平さんへ。おう、今いい BGM 流れてる。結婚1周年おめでとう。おめでとう。今年は引っ越ししたり、新たな命を授かったり、二人にとっていろんな初めてを迎えて、とんでもないスピードで一日一日が過ぎたけど、どんな日も周平さんと笑っていられて、私はハッピーでした。うん、ハッピートゥゲザーって書いてあるもん。そう、ここに、うん、妊婦のわがままにもいつも付き合ってくれて、寄り添ってくれて本当にありがとう。付き合った時より、結婚した時より、今が一番大好きです。おお、すごいね。これからも天真爛漫な私をどうかよろしくお願いします。はい。そしてまだあるか、はいはいはい、来年は家族3人になるね。楽しい時も苦しい時もみんなで分け合って、泣きそう。今みたいに毎日楽しく過ごそうね。おお、ありがとう。はい、ありがとう。素敵でしょ。素敵。これ回収。回収なの。回収されるの。そうだよ。でも、はい、どうぞ。ありがとう。かわいいでしょ。かわいい。あとプレゼント。プレゼント、ささやかな。プレゼントくれんの、うん、あ、そう、ありがとう。ささやかすぎる気だ。どうぞ。ありがとう。お、ありがとう。何、開けますよ。うん、開けますよ。はい。お、何？お、何？あ、こうやって持てるように？違うよ。違う？中に入ってんの？おお、
何サッコッシュみたいな、サッコッシュみたいな、サッコッシュみたいな。そう。おー嬉しい、探してたよ。本当に？うん、こういう感じでしょ。いいね、いいよね。うん、嬉しいよ、ありがとう。一周して、いいじゃん、よし。いい？うん、めっちゃいい、嬉しいわ、ありがとう。で、全ブランド見た、全ブランドの全バッグ見た。あの、そうなの、そういう系のね。確かに、これがあれ、クオリティと値段がマッチしてた。そう、そんなさ、もう高いのは買えないから、ね、まあ、そこそこの値段で、でも安すぎない、いい。写真撮ったり、なにこれ、なんかさ、モンテとかのさ、公式のなんかプレゼントキャンペーンみたいな、そういうやつじゃない。じゃあ、レイナのターン終了。うん、終了。じゃあ俺のターンね。俺のターンあんの？俺のターンね。滝のターン、ドロー。ドロー。え、あんの？あるよ。マジ？うん。ないでしょ。あるよ。ないよ。あるの？いくよ。うん。わあ！わあ！出た！一輪のコーナー。嬉しい。はい。1年おめでとう、ありがとう。これを取りに行ってたんだね。嬉しい。はい、1年おめでとう、ありがとう。そしてまだまだ俺のターンは続きます。え、まだあんの？わあ、嬉しい。ずっと欲しいってね。手紙？手紙？何？うん、ハンカチ持ってきてるね。手紙だ、うん、見て。あ、かわいい。かわいいでしょ、うん、私の好きなやつでしょ。何だろう。読んでくれるの、うんうん、じゃあ読むね、うん、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ持ってきて。え、そうよ、しよ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 し。まだ読んでないんだけど。読んで、はいはいはい、まだ読んでないで。この気持ちが嬉しい。気持ちが嬉しい。読んで、うん、いくよ、うん、早いもので気づいたら結婚して1年が経ちましたね。同じようなついてる。レイナはたまにちょっとした手紙を書いてくれる時があったけど、俺からは書いたことはないので今日初めて書いてみました。うん、出会った頃と変わらず、いつも明るく笑顔でいてくれるレイナに照らされて、照らされて、俺もいつも明るくいられるし毎日楽しいよ、ありがとう。でも変わったところもあります。あ、レイナがいろいろなことを前向きに捉えてくれて、俺が励まされる時もあって驚くこともあります。赤ちゃんができて楽しいことや不安なこともたくさんあると思うけど、どんなことも共有して、協力して、楽しんで過ごしていこう。滝沢家の大黒柱より。見て。うわ、素敵。え、めっちゃいいじゃん。何かね。どう？え、超いい。いいでしょ。やばい。てかなんか一緒じゃない？手紙とプレゼント。いや。俺のプレゼントは大したことないけど、まあ1周年は一輪のバラかなと思って。なるほど、嬉しい。毎年バラの本数が増えていけばいいなと。そうだね。え、増えないことあんの？え、増えないことあるの？そうやって楽しい気持ちで、あの、記念日を迎えようと。これからも泣いてるね。僕も泣いてる。泣いてないよ、この泣いてるよ、うん、ごまかしてるけど泣いてないよ。しゅんさんはこういう時泣きます？泣きません。私に釣られて泣きます。一切泣きません、僕は。はい、泣いてませんよ。めっちゃいいじゃん、この写真。でしょ？すぎる。しゅんさんがこんなことできるようになるなんて、もう。人って成長するんよ。成長の度合いすごい。人間って成長するんよ。1年でこんな違うの。せーの、これからもよろしくね。